エルニーニョ、南方振動。エルニーニョ、南方振動。エルニーニョ、南方振動。英語、エルニーニョ、サザンアセレイション。塩素、塩素とは、各々の層が数ヶ月から数十ヶ月の持続期間を持つ、地球規模での自然現象の総称である。大気に着目した場合には、南方振動。海洋に着目した場合には、エルニーニョ現象、もしくは、 単にエルニーニョと呼び分ける場合がある。エルニーニョ現象と南方振動は当初は別々に議論されていたが、研究が進むにつれて両者が強く関係していることが明らかになり、エルニーニョ、南方振動、塩素という言葉が生まれた。塩素は大気と海洋が密接に連動した現象、大気海洋相互作用の代表であるとともに、それが 世界的な天候変化に波及するテレコネクションの代表でもある。現在学術的にはこの一連の変動現象をエルニーニョ、南方振動、塩素とし、その触れ幅の両端にあたるのが太平洋赤道域東部の海水温が上昇するエルニーニョ現象およびその正反対で太平洋赤道域東部の海水温が低下するラニーニャ現象とする考え方が一般的である。 エルニーニョ現象とは、東、太平洋の赤道付近、ガラパゴス諸島付近、あるいはペルー沖とされることが多いで、海水温が上昇する現象。エルニーニョ現象、スペイン語、エルニーニョはスペイン語で、男の子の意味である。エルニーニョ、エルニーニョというのはもともと、南米のペルーとエクアドルの間に位置する、グアヤキルワンヤソ近海の太平洋東部で、 毎年12月頃に発生する海水温の上昇現象を指していた。これは南東貿易風の弱化に対応して現れる暖流、エルニーニョ海流によって発生する。地元の漁業民の間では、この時期がちょうどクリスマスの頃であることから、スペイン語でイエス・キリストを指すと同時に男の子を意味するエルニーニョ、エルニーノと呼んだ。これが元義にあたる。そして数年に一度、 この海水温の上昇現象が大規模に発生し、太平洋東部の広範囲に及んで、ペルーの大雨や南米西岸の大不良、さらに、オセアニアアジア、北米にまで波及する天候の異常が放されるようになり、海洋学者や気象学者の間ではこれを原義たる、エルニーニョ、エルニーノから引用して、エルニーニョ現象、エルニ2のイベントと呼ぶようになった。厳密に言えば、両者は異なる。 別の現象である。太平洋では通常貿易風、東風が吹いており、これにより、赤道上で温められた海水が、太平洋西部、インドネシア付近に寄せられ、赤道海流の働き変わって、太平洋東部には、冷たい海水が湧き上っている。これを、優勝流という。エルニーニョが発生するとこの暖かい海水を押し流す、貿易風が弱まるため、暖かい海域、 断水プールは太平洋中央部や太平洋東部に滞留する。これにより太平洋東部から中部にかけての海水の温度が上がると同時に太平洋西部の海水温が下がる。エルニーニョ現象が発生した際には東太平洋赤道域の海水温が平年に比べて1摂氏2度前後を上昇する。時に大幅な上昇を示すこともあり。 1997から1998年にかけて発生した20世紀最大規模のエルニーニョでは最大で摂氏5度上昇した。エルニーニョに伴う海水温の変化はまずその海域の大気の温度に影響を及ぼし、それが気圧変化となって現れた気の流れを変えて天候を変えてという具合にして世界中に波及する。 大気と海洋が密接に関連して発生する現象を大気、海洋相互作用、ある地点の気圧や温度などが遠隔地間で強調しながら変化する現象をテレコネクションという。具体的には海水温の静低東高が,が気温の静低東高、さらには気圧の成功到底を引き起こすことでウォーカー循環と呼ばれる。 従来の赤道付近の大気の循環を変化させてしまう。これがロスビー派の電波、赤道弁当風ジェット気流や亜熱帯ジェット気流、JS の流路変化などによって、ドミノ式に低緯度、中緯度、高緯度へと波及し、特有の気圧の変動を起こす。気圧の変化は、質、感、段、感様々な性質を持った各地の大気の流れを変化させ、 通常とは異なる大気の流れによって異常気象が起こる。中緯度の日本においても夏は梅雨が長引き冷夏、冬は西高東低の気圧配置が安定せず暖冬となる傾向がある。ラニーニャ現象はエルニーニョ現象と逆に東、太平洋の赤道付近で海水温が低下する現象。ラニーニャはスペイン語で女の子の意味である。エルニーニョ エルニーノの反対ということで、アンチエルニーノ、アンチエルニーノと呼ばれていたこともあるが、ハンキリスト社の味にも取れるため、男の子の反対で、女の子、エルエーニーノと呼ばれるようになった。東、太平洋赤道域は平年でも、同じ赤道域の西太平洋や大西洋などに、比べて、海水温は低い。ラニーニャの時は、東、太平洋赤道域で、 冷たい海水の優勝が強くなって水温が低下するとともにサーモクライン水温薬草の浅い冷水海域が赤道に沿って西に拡大し東西の温度差がさらに大きくなるエルニーニョと同様に世界中に波及して異常気象の原因となるその性質上エルニーニョ時と正反対の異常気象になる場合がある例えば エルニーニョで大雨となるアマゾンでは、ラニーニャの時は、小雨、干ばつとなる。これは発生域である、太平洋赤道域では顕著だが、その他の地域では当てはまらない場合も多い。エルニーニョが収束した反動で発生するケースもある。エルニーニョとラニーニャは、表と裏の関係はあるものの、いくつかの違いがある。それは、エルニーニョ現象とラニーニャ現象は、お互いに、 コインの表と裏のような密接な関係にあり、切り離して考えることはできない現象である。この海域の海水温や気圧の変動に関する研究が進むにつれ、エルニーニョやラニーニャは海洋と大気の相互作用によって起こることが明らかにされた。相互作用とは、太平洋の赤道付近の大気や海洋には、エルニーニョ、南方振動、塩素と呼ばれる一種の連動システムがあるとする。 考え方で、エルニーニョやラニーニャは常に変動を繰り返していくこのシステムの中で起こる現象とされる。エルニーニョ、ラニーニャそれぞれの発生例を見ると、近年はそれぞれ約4年ごとに発生し、一度発生すると1年から1年半、持続している。エルニーニョとラニーニャは交互に発生することが多い。ただし感覚を置いて発生したり、続けて2度以上発生したりすることもある。 交互に発生するメカニズムとして、1980年代後半以降に、支援振動子理論、リレード、アクションオシレーターセオリーなどの仮説がいくつか、提案され観測データ解析などによって検証が行われている。エルニーニョ・ラニーニャ現象の世界共通の定義はなく、各気象機関などが定めた複数の定義が存在する。その中でも、日本の気象庁と、 米国海洋大気局の定義が各国の研究者で学術的に広く使われいる。ちなみに、エルニーニョやラニーニャが発生していない、平常時の状態を何もないという意味のスペイン語、ラナーダ、エルエーナダと表現することもある。ただし、これはスペイン語圏においてもほとんど使われておらず、日本でも耳にすることは多くない。エルニーニョ・ラニーニャは、 数週間から数ヶ月先の天候を予測する長期予報において大きな格乱原因となる。猛暑の予想にもかかわらず一転して、冷夏となるといった大きな予想の外れを生む原である。ため、この予測は予報精度の向上に不可欠であるとされる。海水温や気圧の異常を引き起こす。 根本的な原因を突き止めようと研究が行われているが、根本的な原因は未まだに詳しく解明されていない。しかし、一部分については解明されてきている。まずエルニーニョの場合、海水温の異常が発生する数ヶ月前に、東から西に流れる赤道海流、北赤道海流と南赤道海流が弱まったり反転したりする現象が観測されている。これは、 何らかの原因によって海流に変化が起きたことによるものと考えられている。また反転の後、西太平洋の低緯度地方、フィリピン付近などで急激に西風が強まる、現象、西風バースと観測されたことがあるがこれは赤道海流の変化によって海水温が変化し、これが大気に伝わり、気圧の変動を起こしていく過程で発生するものと考えられている。しかし、 赤道海流と西風バーストはどちらが原因でどちらが結果であると断定できるものではない。これは両者が海洋大気相互作用現象で密接に関係しているためであり、解明が非常に困難であるとともに、研究者にとって重要かつ研究意欲をかき立てる大きなテーマだとも言える。また最近の研究によれば、 月の調節力の変化と関連があるのではないかとの指摘がなされている。これは月の調節力が熱炎循環にも影響を与えるためではないかと言われている。モデル等においても塩素やそれに伴う気象変化を高精度で再現して原因を究明する動きがあるが、いずれにしても根本的な原因は確定していないのが現状である。他方、 地球温暖化とエルニーニョ・ラニーニャの関連性については、科学的にも、社会的にも関心は高い。気候モデルによる IPCC の予測、気象庁をはじめとした各研究機関の予測の、いずれにおいても、平均的に、太平洋赤道域東部の海水温はわずかに上昇し、エルニーニョのような海水温以上が強まるという予測が、多い。また一般的な認識においても、 地球温暖化によってエルニーニョが増えたりまったりするという考えが多い。ただ、気候モデルによる予測ではエルニーニョが強まる増えるだろうという代替のことは分かっても強まる増えると断定できるほど確実なレベルにはしていない。エルニーニョの原因がはっきりと解明されていないことや解像度が低いためモデルが再現できない小規模な気象がまだあるということ、エルニーニョなどの現象に対して モデルの再現性がまだ良くないことなどが原因として挙げられている。また研究者の間でも過去数十年間の太平洋赤道域東部の海水温の変化傾向は地球温暖化が係りしているという意見と自然変動であるという意見に分かれている。結論として今の段階ではモデルの予測に基づいてもエルニーニョが強まる増えるとは断定できず地球温暖化との関連にいては 関連している可能性がある程度にとどまっている。なお、エルニーニョは地球温暖化によって起こるという考えも見受けられるが推測の域を出ない。季節は気象庁が定義する北半球の季節による区分、春3から5月、夏6から8月、秋9から11月、冬12から2月、BR 発生ウの基準は 経緯度一度司法制度の1891年からの表面回数温、SST 月平均値を基礎データとし対象となる月の前年までの30年間の月平均回数温を基準値として NI ナンバー3後日海域において基準値と対象月の5ヶ月移動平均値を比較し基準値を摂取0.5度以上上回った状態が6ヶ月以上続いた場合 エルニーニョ、基準値を、摂取0.5度以上下回った状態が6ヶ月以上続いた場合、ラニーニャとしている、期間が、太字のもの。定義に満たなかった場合でも海水温が上昇、低下し、エルニーニョ・ラニーニャのような異常気象が発生した事例も、いくつかある、文字の太さが普通のもの。オーストラリア国立大学グローブ博士、1998年、ネイチャー。 エルニーニョ及びラニーニャの発生時には、世界各地で通常時と比べて異なる傾向の気象が見られる。ただし、戦術の通り、太平洋熱帯域では、塩素と天候の相関性が高いが、他の地域では、他の要因の影響も大きいため一概に、下記のようになるとは限らない。日本では後日のインド洋全域消音、ダイポールモード現象、 イオド等のインド用の海水温異常や北極振動、AO の影響を強く受けるほか、ヨーロッパでは AO や北、大西洋振動、なおの影響を強く受けるなどするため、天候の傾向を考える上ではこれらを総合的に判断する必要があるので注意しなければならない。これら複合要因によって変化する天候の変化を予測するため、天候パターンの解明や気候モデルの改良が、 行われている。なお、夏季の世界の典型的気象リストは、統計的な傾向を抽出したものに過ぎず、メカニズムが十分に解明されていないなど、塩素との因果関係がはっきりしないものが含まれる。エルニーニョによって、西太平洋赤道域、フィリピン・インドネシア・ミクロネシア付近の海水温が低くなると、同海域では、対流活動が例年より弱くなる。 平年夏季を挟んだ梅雨から秋雨の頃まで日本に晴天をもたらす太平洋高気圧は主に西太平洋赤道域からの上昇気流が大流圏上層を経由し下降してくるハドレー循環によって勢力を保っている。また太平洋日本パターン PJ と呼ばれるテレコネクションパターンによって日本付近の気圧の高低がフィリピン付近の気圧の高低と逆になるという 連動性がある。よって、大流活動が不活発化すると、同地域のハドレー循環が弱まり、衰えた太平洋高気圧の西への張り出しが弱くなる一方、海水温低下により西太平洋赤道域の気圧は高くなり、日本付近は逆に気圧が低くなる。したがって、南西からの熱帯モンスーン気団、暖かく湿った空気の流入や、オホーツク海高気圧の張り出し、 冷量な北東気流の流入が強くなり、日本では低温で曇りや雨が多い夏となる傾向がある。例年冬季には、シベリア高気圧と周期的に発達しながら、日本付近を通信する温帯低気圧の両者が、西高東低の気圧配置を作り、日本海側に、雪、太平洋側に乾燥した晴れをもたらす。エルニーニョの時には、太平洋、北米パターン、 船によってアリューシャン低気圧が勢力を増すため、北極振動による寒気の南海域がアリューシャン列島付近に固定されて、日本付近では寒気入りにくくなる一方で、西太平洋パターン WP によって、中国大陸からミッドウェイ島付近にかけての北西太平洋中緯度で気圧が高くなり、西高東低が弱くなって寒冷な北西季節風が弱まり、 日本では全般に暖かく、日本海側で晴れが多く、太平洋側で曇りや右折が多い冬となる傾向がある。ラニーニャによって、西太平洋赤道域、フィリピン・インドネシア・ミクロネシア付近の海水温が高くなると、同海域では、対流活動が例年より強くなる。夏季には、フィリピン海、フィリピン東方海域で、対流活動が、 活発化することで気圧が低下する一方、東寄りの太平洋、日本パターン、PJ によって、日本の東にある太平洋高気圧が勢力を強め、北に張り出しやすくなるため、北日本で晴れが多く気温が高い傾向にある一方、大流活動活発化の影響を直接受けて、熱帯モンスーン気団、暖かく湿った気流の流れ込みが強くなり、南西諸島で、 雨が多い傾向にある。冬季には、シベリア高気圧が強まる一方で WP により、アリューシャン低気圧が例年より、西より、日本東方近海に発達して、西高東低の気圧配置が強まり、寒冷な北西季節風も強まって、西日本を中心に気温が低くなる傾向にある。現在、海上観測、衛星観測などのデータをもとに研究機関や、 公共気象機関が海水温や気圧などの指標を監視している。一部はウェブ上にも公開されている。世界の気象機関がエルニーニョ監視のために5つの海域を設定し、その海水温トレンドの統計をとっている。SOI サザンアセレーションインデックス。南太平洋上のタヒチとオーストラリアのドシダーウィンとの気圧差を指数化したもの。 南方振動のレベルを示す値として使われる。エルニーニョ発生時はマイナスを示す傾向にある。東京大学の山形俊夫が命名した現象で、太平洋中央部の海水温が上がることにより、上昇気流が発生することにより、太平洋高気圧の勢力が強くなる。2004年夏に日本で発生した猛暑や集中豪雨の原因と見られている。 数年に一度の頻度で発生する現象で、エルニーニョ現象ほど水温変差は大きくない。しかし、周辺地域の南アメリカやアフリカの気候への影響は大きく、熱帯域で洪水や干ばつを発生させる要因となっているほか、エルニーニョにも影響を与えていることも示唆されている。発生のメカニズムは、エルニーニョ現象と同様に、数年に一度弱まった。 貿易風の影響で、西側の断水が東へと張り出す。タイプと、赤道の北側で、海洋表層の水温が通常よりも温められ、温められた海水が赤道域に輸送されるがあると考えられている。インド洋で、赤道域東部と赤道域西部の海水温、気圧などが相反して変化する現象。塩素に連動する場合もあるが、単独で発生する場合もある。アフリカ、 モンスーンアジア、オセアニアの天候に影響を与える。カリフォルニアからバハカリフォルニア半島の沿岸に発生する現象で、この海域は海上風と地球の時点の影響により、氷層の海水が沖合に吹き流され、流された海水を補うために、火葬から冷水が湧き出す。つまり、この海域の海上風が強くなると海水温は、 低下周民は風が弱くなると海水温が上昇する。したがって、この海域の表層の海水温は低く保たれているが、海上風の強弱の長期的な変動により、沿岸域の海面水温の経年変動に偏差が生じる現象。海洋研究開発機構の研究者、円牛岡隅、山形俊夫によって命名された。従来は、エルニーニョ。 ラニーニャ現象によって引き起こされる現象と考えられていたが、エルニーニョ、ラニーニャ現象とは独立した大気海洋結合現象であることが海洋研究開発機構の件で明らかとなった。米国のコロンビア大学地球研究所の報告によると3年から7年ごとに気温上昇や高量現象を招くエルニーニョと戦争の周期的な増加の相関が認められるとされる。 報告によれば、1950年から2004年までのエルニーニョ南方振動について、175カ国で1年間に25人以上の死者を出した234の内紛、半数以上が1000人以上の戦死者を出したものの、発生との相関係を調査した結果、塩素の影響を受けた国における内乱の発生する率は、ラニーニャ発生期間に約3%、 エルニーニョ発生期間にはその倍の六パーセントと倍だったものの、塩素の影響を受けなかった国では常に二パーセントのままで、エルニーニョは世界中の二十一パーセントの内粉でその一因となった可能性があり、エルニーニョの影響を受けた国々ではその割合が三十パーセントになるとされ、より貧困な国の方が悪天候によって混乱に陥りやすく豊かなオーストラリアは、 塩素に左右されるものの、これまで内紛はないが、ペリューの高地やスーラン南部ではエルニーニョが発生した、としか内紛が激化し、長期化へと発展したとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。